じゃあ定例の会見を始めます。今日衆議院の予算委員会朝から、裁量労働制の労働時間の問題で紛糾をしておりますけれども、そもそもやっぱりこのね、一連の経過について言うと、違う正確のデータをこう比較したこと自体は極めて不適切なことであるというふうに思います。でしかし事態はそれにとどまらないというふうに考えます。一般労働者については時間外労働時間が最も長い時間を当てはめたわけですね。でそれと比較したわけですから、これは結局裁量労働の労働時間は短いということを描き出すがために、意図的に比較すべきでないデータを比較したと、そしてそれを総理も含めて答弁をしたわけですから、これはやはり総理の責任が極めて重大だというふうに思います。で法律いわばその裁量労働制の、営業職への拡大というですね、規制緩和を進める理由として、野党側は裁量労働になると労働時間の歯止めがなくなって、みなし労働時間以上の残業代を払わなくて済むことによって労働時間がどんどん伸びていってしまうではないかという懸念を示したわけですね。それに対して総理は裁量労働の方が労働時間が短いというデータもあるという、それ唯一の反論としてある意味ではこれを使ったわけですよ。やっぱりその責任は極めて重大だというふうに言わざるを得ないと思います。総理の責任を我々としては追及をしていきたい。合わせてこれが前提となって今回の法案の議論はこの間一貫して行われてきたわけですから、もう今までの議論の土台が崩れたというふうに思うんです。である以上はこの今回の裁量労働制も含む、労働法制の改悪全体をこれを断念すると、提出を断念すべきだということを申し上げたいというふうに思います。そういう立場で、衆議院の予算委員会連日行われますけれども、政府に対して迫ってまいりたいとそのように考えます。はっきり言ってこの一連の経過は捏造だというふうに言わざるを得ない経過だというふうに思いますので、厳しく追及していきたいというふうに思います。私からは以上です。はい、東京新聞山口ですが、今総理の責任について言及ありましたが、大臣の加藤大臣の責任についてどうお考えですか。でも総理の責任ということは加藤大臣の責任も問われると思いますが、やっぱりこの問題で国会で答弁を繰り返しているわけです、総理がね。で総理がそのやはりこの働き方改革法案を今国会の目玉法案であるというふうに言って、推し進めてきて、で総理自身が国会で複数回答弁をしたということであるわけですから、これは総理の責任は重大だと思います。もちろんそれに付随する各大臣あるいは厚生労働省としての責任も問われると思いますが、我々としてはこれは総理の責任問題であるというふうに考えます。すみません、はい、山崎です。一旦提出を断念してっていうことなんですけど、とても不明ですけど、提出して再度その労政審からの議論を積み重ねてやり直すべきだというお考えでしょうか。そういうことですね。我々としてはこれも本来廃案というか出すべき法案ではないと思ってまいりましたけど、今回のことがなくてもね、これはもう出すのは断念せよということです。改めて出し直すまでもないと、有害無益な法案であるというふうに思います。改めてなんですけど、今回その比べるべきデータじゃないので比べやすいですね。立憲労働党の方は、長いというか大量労働の短いデータもあるという形で出したと思うんですが、こうしたデータの出し方をしてきた理由と背景はどういうふうに現時点で思いますか。いや、もう明らかに意図的だと思うんですよ。できるだけ長いデータと比べたわけですから、でそれも全く比較すべき対象でないものを使ったわけですから、やっぱり意図的に一般労働者の方が長いという結論を導き出そうということでやったわけで、なぜそれを出してきたのかといえば、裁量労働制の営業職への拡大を何が何でも押し通したいという意図があったとしか思えない
それ以外の意図は私にはちょっと浮かんでまいりません。でそういう意図でやるということは、これはまさに捏造であると言わざるを得ないと思います。この件以外でも特にないですか。これはもう別の件なんですけど、はいはい、昨日東京 の日野市議選ですか、ね、まあ、共産党が勝った候補が、候補に当選されたとか、立憲の候補が、まあ、一時当選したとか、希望の候補が落選したりとかということで、まあ、位置づけとですね、まあ、統一地方選挙まで1年強ですけれども、まあ、今回の結果を表すことが、まあ、どういう意味があったのかというのは。まあ、5人、日本共産党の候補者5人とも当選して、前回得票に比べて 116% と得票も伸ばして、ね、でそういう意味では非常に重要な成果だったというふうに思います。で私は政治的に、まあ、もちろん日野の市政をめぐる問題さまざまありますけども、まあ、注目したいのはこの選挙告示日に片山さつき参議院議員、自民党参議院議員が応援に入ってこういう演説をしているんだ。市民の身近な場で憲法改正を支えるのが市会議員の皆さん、ここで前進しないと憲法改正はないと、こういうふうに片山さつきさんは演説をして、その結果自民党は7から6議席になりました。日野市民は少なくとも憲法改正はないという審判を下したと、まあ、片山さつきさんの言葉を借りればそう言っていいのではないかと。ここは非常に注目をしているところであります。結果的にその野党が躍進していると伸びてきたと評価できるのかということと、まあ、仮にそうであるならば、なぜそういうような結果が出たか。まあ、野党といいますか、野党といってもいろいろありますから、まあ、安倍政権としっかり対峙していこうと、少なくとも市民と野党の共闘ということを進めていこうというふうに考えている勢力が伸びたという結果だと思います。まあ、立憲民主党さんも伸びた、トップ当選1議席、ね、獲得をされてますし、生活者ネットも議席を確保してますし、無所属でこの間野党共闘で私も一緒にいろいろとやってきたような方も当選してますので、全体としてはやはりこの間進めてきた市民と野党の共闘という方向の流れが市議選でも示される結果になったのではないかなと大変心強く受け止めています。よろしいでしょうか。はい、憲法改正なんですけども、週末の報道で総理は講演を参考中に憲法改正して次第でくださいと声かけられて相手にしなかったとなりますけども、感想があります。そういう声が巷に満ち溢れているということの一つの証左ではないかなと思って興味深く記事を拝見しました。総理は答えなかったことについて。それはまあね、大人げないなと、なんかね、ちゃんとなんで改正が必要なのか語ればいいと思いますけど、国会でも避けて講演でも議論を避けるのかなというふうに思います。よろしいですか。はい、あります。